皆さんこんにちは、 TPK です。よろしくお願いいたします。さあということで今回はこちら日産アリアを使ってですね、はっちゃかめっちゃか怒られない程度にこのアリアを走らせてみた動画撮っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今回も滋賀日産瀬田店様のご協力のもとこちらの動画を作成することができました。本当にありがとうございます。それじゃあ早速いきましょう。秘められた自動車の力を引き出すのは彼しかいないだろう。トラフィックプロフェッサー K。それではアリアではっちゃかべっちゃか運転、はっちゃかめっちゃかしかし時には真面目な運転という形でですね、アリアがどういう反応をするのか行ってみたいと思います。いや、やっぱりね600万ちょっとする車ですからね、怖いですよね正直なところで。この EV、 この TPK が EVK に果たしてなれるのかということで、じゃあこの直線 200m 何キロまで行くのか行ってみましょうか。ノートオーラは確か98キロまで行きました。さあどうなのだ。上半身をリラックスさせて、結構なんかハンドル取れば104まで行ったような気がする。104まで行った。104でちょっと ABS を効かせましたけれども、いやいやちゅうか今思い出したわ。2周目でやろうって思ったのに、2周目でフルブレーキ行こうかと思ったのに、もうちょっとテンション上がりすぎちゃって一発目からもうぶっつけ本番でね行っちゃいました。600万ちょっとって怖いとか言っときながら、2発目で行っていましたね、って思ったのに1発目で行っちゃいましたね。では、50キロからの ABS 緊急回避急ブレーキ行きたいと思います。ちゃんと50でね保てるかどうかね、4950、50きた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 、ブレーキドン。めっちゃ短くないこれ。めっちゃいい感じの急ブレーキじゃないですか。ちょっと待って今TPK おじけづいた。今ちょっと早かった。ブレーキ早かった。そんなことない。どう月のプロダクション。じゃ分かんないよね月のプロダクション。2周目いってみよう。シュイーンといい音。なんかちょっとでもね、104、106いったな。ABS ガリガリかして、スローインファスト音。絶対にスローインファスト音は守る TPK。106キロまで行きましたね。でも ABS ゴリゴリに全開で全部やったわけじゃないので、途中ちょっと加減したんでね、もうちょっといけるかと思いますけどね。これぐらいにしておきましょう。それでは一般道路でよくあるね、50キロ制限で、危険場面に出くわしたよみたいなイメージでね、行ってみたいと思います。53キロ出ちゃった。ちょっとアクセルオフ。4950 ABS ドン緊急回避。早いかなブレーキ今日。ちょっとでもねしっかりと ABS をこう効かせて、止まるという意味ではすごくねこうビビッドに伝わってくる TPK 非常に好きなブレーキの反応ですね。アリアやるじゃないですか。限界一歩いや2歩手前で大型 S 攻めてみた走行ね行きたいと思います。タイヤは鳴らさない程度にね、鳴らさない程度に、鳴らさない程度に、鳴らさない程度に、40キロ弱で今ね走りましたけれどもね、誰がそんな走りをするんだということですけど、あくまでやってみた動画ということでね、よろしくお願いいたします。では教習所のSGA アリアで行ってみたのコーナー行きたいと思います。さあこの横幅 1850mm、 185cm ですね。そして長さが 4m60 弱、確か 4595mm か。決して小さいとは言い難いこのサイズで S 字どうなんだということですね。ただしアリアの車両間隔を普段からね乗って、マイカーとして乗っていただければ、特にそんなねいや大きいしこれめっちゃ運転しづらいわとか、そんなことはないんじゃないかなと思います。ただ決してそのこう見やすい、視線が高くて見やすい車だよねっていうわけではないですね。特別運転しにくいかというと決してそういうわけでもないので、日々マイカーとして乗れば特別そこまで違和感はないのかなというふうには思います。では続きまして教習所のコースクランク行ってみた動画、見ていただきましょう。さあ横幅1850、長さ4595、クランクどうなんだ。前がねそこまで見やすいかというとそういうわけじゃないのであんまり攻められないですね。プップップッとなりますね。プップップ、左前が怖いよーというね、モニターを見るとね、そのような形になってますが、これぐらいいかないと、これぐらいいかないと曲がれないでしょ。うん、そうですね。そして今度は左サイドを気にしながら曲げていきつつの右の前はどうなんだということで、あそこまで怒られずに曲がれた。では縦列駐車アリアでいきたいと思います。これがねやっぱりね横幅そして長さを考えるとちょっとこう入れにくくなるかもしれないですね。まあ、全然入るっちゃ入るんでしょうけれども、まあ、外輪差分ですね、右側を開けつつ左後ろを確かめるんですけど、って感じですよね。左後ろをぶつけないように、まあ、振り返って確認しつつも左のミラーで当てないかどうかを気にしつつ左に曲げる。モニターでもねこんな感じで映りますね。そして右のミラーで、後方の車との位置関係を確かめながら、ちょっと教習所でね、皆さん習わはる角度よりも気持ち浅めでいってみましょうかね。気持ち浅めでいくことによって左の前をね、最後助けることができます。はい、ちょっとカメラワーク的にしんどいので今はね、一応やってみようかな。ちょっと車を止めて、ここですよね、左の後輪をいかに駐車エリアのライン上に乗せていくかということですね。まあ、振り返ってよいしょ、背中つりそうよ、振り返って見ていきながら、よし右の後輪がエリアに来たぞっていうぐらいで右にぐるぐる回していって、ちょっとね奥に入っちゃったような気もする。ピッピッピーって言ってるのはねこれ真後ろなんですよ。真後ろ意地でも平行にしたいんですけれども、まあ安全第一で一回ね前進しちゃいましょう。一回前進しちゃって、さあそして周囲をね目視確認しつつ真後ろの把握をねしながら下がっていく。はい、もちろん周囲の目視確認を忘れることなくね行います。では教習所での右方向変換アリアでやってみたいきたいと思います。右側にね今回入れていきますので、左側のスペースですね、アリアちょっと大きいからねいつもよりもね、気持ち多めに開けていこうかな。こんな雰囲気かな。こんな雰囲気で左側のスペースを開けていきます。さあじゃあリバースギア入れまして右後方をミラーであるとか振り返りつつ確認をしていきます。じゃあちょっとがっつり振り返ってみましょうかね。がっつり振り返って右後方後輪を絡めるように入れていきましょう。右後方後輪を絡めるようにサイドミラーなんかでも、何でピッピ言ってるかっていうとね、実はねこれ左の前なんですよ。左の前に茂みがあるんですよ。うん、まあこのピッピッピはまだ大丈夫ですね。右の後ろ、右の前、そして最終的に左の後方をミラーであったり振り返って確認をする必要があります。そして最後ですね、真後ろを気にしつつバックをしていくんですけど、さあ真後ろよいしょ、どうでしょうか皆さん、距離感つかめますかね。いけるな。まあ、振り返って四角部分っていうのはね、多々ありますけれどもね、まあ、バックモニターでも真後ろの確認は見て取れますので、後ろまあまあ攻めてると思うんやけど、前がねいつもの教習してる感覚とは全然違うな。フロントめっちゃ出てる、そんな気がする。これ左出れんのか、これ左出れるね。はい、結構瀬戸際じゃない今のね。アリアで左バックの方向変換を教習所のコースでやってみたというコーナーでねいきたいと思います。これからねこのスペースへバックで入れていきますよ。さあスタート位置ですね、気持ちセンターよりも左寄りを狙いましょう。外輪差分ねこれぐらい開けてればいいのかなと思います。で入れたい車庫よりもね十分前に出る、入れたい車庫よりかは前に出ておきましょうかね。はい、ではリバースギア入れて周囲の安全を確かめつついきます。さあ左の後方をミラーであったりこう振り返ってね、真後ろねいけっかな、振り返って私も振り返ってます。で左の後方が近づいてくるとミラーでもねある程度把握できますから、左のミラーで横空間、つまり私個人的には振り返って縦空間、ミラーで横空間ですね。振り返って縦空間、ミラーで横空間、これをね把握しながらいつもね私は運転してます。で右ミラーで横空間大丈夫ですね。で、振り返ってよいしょ、振り返って縦空間が大丈夫かどうかっていう感じですね。まあバックモニターあるのでバックモニターでね縦空間は確認できるんでしょうけれどもね、こんな形ですね。入りましたね。さあやっぱりねフロントが出っ張ってる雰囲気でねいつもと違ってね、出れるのか問題。右側これ出れるのか、右の横フロント、こんな雰囲気ですね。アーリアで無事方向変換や縦列駐車を通ることができました。いやーアーリア非常にですね電気自動車ということで加速性能と、そしてさらには、減速性能、減速性能は電気自動車云々は関係ないかもしれませんけれども、まず加速は非常に驚きましたね。そして ABS の効き具合もいいので、いざという時のブレーキもしっかり反応してくれるのではないでしょうか。そして縦列駐車、方向変換といった教習所特有の狭い場所でのバックも難なくでいいのかな、こなすことができました。ただやはりですねコンパクトサイズの車ではないので、四隅が手取り足取り分かるよっていうそういう車ではないと思うので、やはりですね普段から車に乗っている方はすんなりいけると思いますけど、運転の苦手な方っていうのは最初ちょっと、車両感覚をつかむのには一苦労するかもしれませんけれども、性能がいいのは間違いありませんので、興味のある方は一度日産に足を運んでみてはいかがでしょうか。以上 TPK でした。月の輪自動車教習所の公式チャンネルを登録して TPK の活躍を応援しよう。